私は何をしてるかと言いますと、シャングリラですね。昨日昆明から、昨日じゃないや、今日昆明からシャングリラ来て、シャングリラ標高が3300メーターあります。で、いわゆるこれショーポタラ丘って言われてるところをですね、階段147段上がってます。やはり富士山の8合目9合目をいきなり上がってるのと同じで、やっぱり息切れしますね。でも昨日まで風で大変で熱もあったんですけど、逆にシャングリラについて、さすが桃源郷理想郷ですね。あの風は良くなりましたね。 ここ上がってきました。うわ、見てください、向こうのあの山、美しいです。もうこれやっぱり理想郷桃源郷ですね。これはこれ見てください、この山4000メーター級ですよ。あまりやっぱり無理はしない方がいいんで、ぼっちらぼっちら行こうかと思います。はい、でとりあえずビデオ終わり。よいしょ。